はい、どうもハルチです。今回ですね、アイアンマリーンズというゲームをやっていきたいと思います。このゲームですね、スマートフォンでもだいぶ前から、発売されているゲームで、スマホ PC ともに日本語に対応した SF リアルタイムストラテジーゲームですね。で、 PC 版ならではの新要素とかあるみたいですけど、とりあえずねやってみましょう。いいね、アメコミ調ですね。さあ、これがストーリーですね。何か化け物が降ってきて、そこに助けに行くのがとの鉄の海兵隊アイアンマリーンズであると。さあ、ステージっぽいですね。すごいな、惑星海の中みたいな。難易度はじゃあノーマルでいきましょう。実力ある戦略家向けだと。さあ、最初の接触、ステージ1の我々の居住地は未知のエイリアン生命体によって侵略された。周辺で唯一の鉄の海兵隊として我々は入植者たちを支援し、イーサリアム保管庫を取り戻さねばならないと。で、グラフィックはかなりね、なんだろう、アメコミ調というかアニメ調かな、カートゥーみたいな感じですね。難易度わかんないですけど、多分カジュアル寄りかな。元がねスマートフォンなので、ここのハーブかなからユニットを出していくと。あ、そういうことね。他にもなんかあるみたいですね。レンジャー、ケースアーマーと連射速射アサルトライフルを装備したオールラウンドな兵士。お、結構出るね。ホットキーは2とか書いてあったな。どのタイミングで押すんだろう。で、分隊を移動ですね。左クリックで選んで右クリックで移動すると。で、新ユニット、レンジャー、宇宙生物、有害な環境、不明な状況、レンジャー隊は恐れ知らずだと。地に足をしっかりつけて勝利かしか訪れるまで弾丸を飛ばし続ける。なるほど、行ってみるか。これ射程ですね。画面移動は、あー、なるほど、回せるか。エイリアンっぽいですね。やってくる攻撃からこの生成所守れと。これはコマンドポイントを占領せよ。Very well. さあ、新しい敵、フェルの疫病かな。低級のフェル兵士は通常大人数で攻撃を行う。彼らのウォームガンは胸の真ん中に骨性釘を吹きつけるまでは一見滑稽に見えると。ここはよくわかんないな。まあ、地球じゃない武器を使ってくるんですね。これ占領か。こっちに行けるのかな。追加の部隊配備せよと。 OK、 一応2部隊まで行けるんだね。ホットキー Z か。あ、来た。あ、そういうことね。 OK、 で開いたね。周辺エリアを偵察し、ヒーローの現在地を突き止めようと。アイテム類の取得、コマンドポイントなどのアイテム類は分隊がその近くに数秒いれば取得できて、分隊制限が増えたりすると。で、複数選択、ああ、なるほどね。このカメラじゃない、マウスでこうドラッグすると複数できると。で、次ね、ベイルランナー、通常群れになって攻撃する。ああ、近接型の敵ですね。乱闘、アーマーなし、脅威度低いと。いけいけいけ、いますね。ズームはこれが最高みたいだね。お、いるじゃんいるじゃん。イーサリム鉄道を占領せよと。これがこの左下のヒーローね。これがね、いろいろいるみたいで、なんか特徴とか変わるみたいですね。もうちょっと前行く？ここまで行くんですね。 OK、 みんなで行こう。Move out, Marines。もう、大丈夫か、動かなくていいね。
今遠距離ですね、近づくか。裏から来てるぞ。特に指令はないね。取れたんで襲われちゃってんのか。よし移動しよう。裏はヒーローでやって、あとはね分隊で何かしよう。躍戦してるね。めっちゃ強いわけじゃないんだね。さあ抑えたね。処理、お経験値があるね。あーそんな感じなんだね。え何これ、ロボットみたいな。めっちゃ欲しいな。さあ新しいヒーローのアンロック。あ結構いますねヒーロー本部。君のヒーローたちがレベルアップすれば闘技も上がり、彼らのパワーを訓練することができる。司令官、パーソナルシールド、名前はタギンズっていうのかな。ウラン弾薬、大規模なダメージを及ぼす実験中の弾薬。スキルですよね。有料防御、こんがらがったチタンのワイヤーがタギンズのセントアーマーと英雄的なルックスをさらに良くしてくれると。これはカラね。強そうじゃない俺。ガンキャノンみたいな。人間版ガンキャノンみたいな。うわいっぱいいますね。あじゃあ need something done here。 これ何、人間側なの敵側っぽいけど。 Ready for takeoff。 ブルードラグーン、いいね。ブルードラゴンか。Requesting selection。 あこれいいな、これドクターグラフ、グラフいいかな。 Something to shoot at。 Requesting selection。 Ready to engage。 物系ねいっぱいいますね。まあ、とりあえず行きます。2面。第2、救助信号。侵略してきたエイリアン隊フェルは我々が地球に警告メッセージを送信、地球への通信が行われるまでストライクチームを送り制艦通信を確保させなければならないと。我々の中央コムサット施設を回復し保護する。 OK。 うわこれも出てくるのかな。ボコボコにされてます。結構いるね。あそこに行くん。さあやっぱガンキャノンですね。すごいなこの他の惑星感、すごいね。新しいパワー、あ押すと周辺に爆発攻撃与えるんですね。向いてなくない、なんか後方から撃つ感じじゃないかな。射程は長いんだけどね。もうちょっと引こう。押すと敵がいたら勝手に使う感じなのかな。特徴分かりましたね。結構距離が離れても大丈夫なんで、味方がいればそいつらを盾に戦う感じだよね。大丈夫か、これは使えないもんね。敵の拠点もあるんだね。お、あこれ取れるんだ。さっきのはでもないか。お新しいの来たね、スナイパー。これはヒーローの配備ね。死んだ場合とかあんのかな。スナイパー、この世で最も優秀な狙撃手の手中には最高峰の正確さを誇るライフル。スナイパーは脅威を脅威と知るよりも早く落とすことができる。アーマーなくて射程が長くて高ダメージですね。ワンショットワンキル。あ戻せるんだそうやって。あなるほどね。落とす場所はそんなないみたいですけどね。うわ射程がすごい。もちろん持って、これはいいね、強いね。この子縦にするしかないけど今のところ。それでいこう。これ撃てますもんね。
うわやばいな。あ、こういうとことかめっちゃ活躍するでしょ。暗え。こうマークついてるやつを撃つんだね。いやーこれスナイパーいいな。なんかさっきなかった？あ、ブルー、これ何？あ、武装解除した。ていうか、あ、武器変えれるんだ。え、それすごくない？あ、どっちでもいいんだじゃあね。この子はなんかある。ダブルクリックすると兵装解除とかできるみたいだね。いけいけいけ、逃げたな。これ使ってみるか。いいね。スナイパーうまく当たるような位置に移動させたいな。距離ミスったか。狙えるよね。もうちょっと前かな。でもここ守りやすくないか。ここにスナイパー置いてって感じで。あ、復活する。よし、復活させよう、復活させよう。スナイパー真ん中かな。よし、これまあ2つの場所を捉えて、こっちが撃てるけどこっち無理かな。移動しようか。いいね。うわ強い。近接型のやつとかも欲しいな。もうちょい引きつけるか。新しいパワーらしいけど、これですね、ドロップガン、遠隔操作の大口径銃で、中短速度に耐える作り。何それ。タレットですね。中距離着地で大きなダメージを及ぼして時間経過とともに充電する。これはアドロップガンの配備。 あ、 あったんですね。もうちょっとでいけるか。こっち大変そうですね。分隊の数が結構決まってる分、配置とかこういう支援が入ってきますね。でここで溜まったら出せますよってことか。こういうとこでいいや。壊されると思うけどね。お、いっぱいタレット降ってきたね。ここで任務完了って感じか。俺ぶらかった。なんか変わんのかな。スキルを増やしてみたいな感じですけどね。アップグレードリサーチ、司令官、素晴らしいテックと能力が自由自在に使えますと。ああ、いいねいいね。ブートキャンプ訓練ですね。分隊のタオルテネットのリスポーン時間を 15% 早めろ。あ、復活するんだ。逆にそこね、衝撃の事実ね。復活するんですね。レベル上がってくるからいいか。これ欲しいな、パラゴン。めっちゃくちゃ近接系じゃない。いいね。とりあえず戻すか。まず1回目ね、ここまでにしたいと思います。ちょっと続けてね、ストーリーやってみようかなと思います。まあカジュアルめなリアタイムストラテジーゲームで、スマートフォン PC ともに日本語で対応してるので、とてもね遊びやすいゲームですね。PC 版1500円くらいで、スマートフォン版が500円くらいですね。PC 版の新要素が分かんないんですけど、一応こっちの方が要素が多いみたいです。ステージか、まあ、キャラとかなのか、追加モード的なものなのか分かんないですけど、それがね、多いみたいですね。とりあえず今回は購入します。